ベッドフォードイコールスタイベサント。ベッドフォードイコールスタイベサントは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク市ブルックリンクの中央に位置する地区である。ベッドスタイの名でも知られている。ブルックリンクの第三地域委員会、コミュニティボードに属している。地区の範囲としては、北はフラッシング通り、東はブロードウェイ、サラトガ通り、南はアトランティック通り、西は クラソン通りに囲まれた地区である。フラッシング通りでウィリアムズバーグ地区と、クラソン通りでクリントンヒル地区と、イースタン大ー通りや、ピットキン通りでクラウンハイツ地区と、イーストニューヨーク通りでブッシュウィック地区と、それぞれ接し合っている。地区の名は、ベッドフォード村がスタイベサントハイツ地区まで拡大したことに由来する。スタイベサントの名は、 ニューネザランズの最後の総督であったピーター、スタイベサントによしくる。現在の地区中心部となっている場所にあった、ベッドフォード村は、ブルックリン村から、クイーンズ区のジャマイカ地区やロングアイランドへと向かった、人々の最初の入植地である。1832年に、ブルックリンジャマイカ鉄道の駅舎が築かれ、そして1836年に、ロングアイランド鉄道に切り替わり、 現在のアトランティック通りとフランクリン通りの交差点のあたりに駅が建設された。1878年、ブルックリン、フラットブッシュコニーアイランド鉄道が開業し、駅はその2つを結ぶターミナル駅となった。ベッドフォード地域には、アメリカにおける比較的古い奴隷ではない、アフカ系アメリカ人居住区の一つである、ウィークスビル村が含まれる。この村は、現在も現存し、 歴史遺産として保存されている。19世紀の終わり、路面電車や高架鉄道が敷かれ、ブルックリンのダウンタウン地区やマンハッタン区に勤める、労働者階級や中流階級の人々の住宅地区となった。既存の木造住宅は、赤葛色砂岩を排した住宅に建て替えられていった。ベッドフォードスタイベサントルネサンスとも言える状況の中で、 このような住宅様式がもてはやされている。地区はマンハッタン区のハーレム地区と並ぶアフリカ系アメリカ人文化の中心地と考えるものが多い。第二次世界大戦中、戦後期にアメリカ南部では農作業の職が減り、数多くのアフリカ系アメリカ人が北部で労働機会を探すために移り住んできた。 この人々の多くがハーレム地区よりもベッドフォードスタイベサン等を好んだため、この地区は圧倒的な黒人集中区となった。この時期にはカリブ地域からの移民も数多くやってきた。ジャマイカ、クレナダ、トリニダード・トバゴ、バルバドスといった国々からの移民である。数々の問題が生じたことで、地区は長期的な低迷期を迎えた。田舎の労働者であった。 新たな住民たちは、大都会ニューヨークで十分な賃金を得るだけの職には、なかなかありつけなかった。ニューヨーク市自体も不景気に見舞われていた。交通網の一部が廃止されたことや、公共設備の減少やサービスの低下、犯罪増加への対応不足、地方自治政府が抱えた難題などによって、景気が悪化していったのである。かなりの割合の人々が郊外へと転居していったために、 人種的に多様な地区が貧民が生かしていった。1960年代と1970年代のニューヨーク市は非常に厳しい時代であり、地区ももろにその影響を受けてしまう。最初の都市部暴動の一つが起こり、市内の社会的、人種的分離が対立の後押しとなっしまう。対立は極みに達し、ブラウンビルックで白人やユダヤ系が多数派を占める教師に対して、 地区内外から集まった黒人の住民や活動家が立ち上がった。差別の告発は当時の社会的緊張の一部を占めていた。1964年マンハッタンのハーレム地区で人種暴動が発生した。原因はニューヨーク市警察のトーマス・ギリガン巡査が虐待行為によって発されたことであった。暴動はすぐに地区にも飛び火した。この暴動により地区内で ユダヤ系の人々の経営する商店の破壊や略奪が発生した。この人種暴動は1967年、1968年にも発生した。長く失業状態が続き、市民権運動の結果生まれた政策への落胆、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアの暗殺などが、この時代のアメリカにおける政治的、人種的対立を強化していった。 1980年代終わり頃から現在まで地区は復興期を迎えている。この大きな理由の一つは地区内の犯罪率の低下である。1980年代に6年間続いたクラックの流行、クラックブームが終焉を迎えたことも大きな理由の一つである。徐々に景気が回復し、地区に安定感が備わってきたにもかかわらず、地区には否定的な楽印がついて回った。 2005年3月、ベッドスタイ流乗るカソルカ的なイメージを、より肯定的な、ベッドスタイを誇りにというような意識へと変えるために、社会的運動が展開され始めた。ウォールスケープ、壁の風景と銘打った巨大な野外壁画を描くことで、地区が生み出した、活動家、詩人の純運ダン、活動家のハティハーさん、ラッパー、俳優のモスデフ、俳優、 芸人のクリスロックなどの著名人たちを住民たちが誇りに思うように働きかけた。地区が再活性化し、息を吹き返したことで、多くの人々が地区内にある数多くの赤活色砂岩で飾られた長屋の中から適当な物件を探し求めるようになってきた。高級住宅地化していくような流れでは、新たな住民の流入は貧しい人々を押し出す形で進んでいくであろう。 しかし多くの場合、新たにやってくる人々は、空き家や廃屋を修復し再活用してきている。結果として、地区は人種的、民族的に多様化してきている。白人と共に、ヒスパニック系の住人が増えてきている。2005年4月発売の、タイムアウトニューヨークは、ベッドスタインの戦いという記事の中で、地区に引っ越してきた黒人の数の増加を年代順に、 追っている。昔からの住民たちや商店経営者たちは、都会派の若手エリートの白人、ヤッピーや黒人、バッピーに、法外な金を提示されて締め出されてしまうのではないかと、心配している。また、地区の民族的伝統の維持を不安視する向きもある。地区内に数多く立っている赤褐色砂岩装飾の、見栄えの良さが原因で、地区の高級住宅地が進んでいると考える者も,もいる。 しかしながら、7割の黒人が地区内に泊まっている。コブル・ヒール地区のようなブルックリンクの他の地区と比べ、地区内に泊まる率が高いのである。地区では、高級住宅地価を食い止める努力がなされている。ただし、高級住宅地価や、地区の変化は治安を高め、主要な商店街の小売店の売り上げを伸ばすという、声もある。2005年7月、ニューヨーク市警は、地区内にある、 フルトン通り、ノーストランド通り、経済地区をインパクトゾーンに指定した。これから6ヶ月間、フルトン通りとノーストランド通りの交差点を中心と、する地域への警察の巡回と配置を強化した。地区内でインパクトゾーンが始まったので、犯罪率が前年比で15%減少した。2005年12月からさらに6ヶ月間、インパクトゾーンが継続された。 ベッドフォードスタイベサント地区は、ニューヨーク市以外の地域にまで知られた個性と文化を持ったニューヨークの地区、ハーレムルネッサンス期やジャズ時代のハーレム、ロワー,ーイーストサイド、リートルイタリー、チャイナタウン、イーストビレッジ、グリニッシュビレッジ、コニーアイランド、フラットブッシュの一つである。映画監督のスパイクリーは、ドゥザライトシング、1986や、クルックリン、 1994の中で地区の街路や赤葛色砂岩装飾の家並みに脚光を当てた。クリス・ロックのテレビ連続ホームコメディ Everybody Hates Chris 1983はこの地区で思春期を過ごしたクリス・ロックの生活を描写している。2004年、デイブ・チャペルのドキュメンタリー映画ブロックパーティーの撮影が行われ、クインシー通りとダウニング通りの区画で 著名な R&B やヒップホップ系アーティストたちによる即興フォーマンスが行われた。R&B、ラップ、ヒップホップの世界でなお知られたアーティストの中には、この地区で育ったものも多い。アリーや、ノトリアスビッグ、JZ、ビッグダディケーン、リルキム、モスデフ、ファボラス、パプースなどの面々は地区出身のアーティストである。プロレスラーのホミサイドも、 同畜出身である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。